にやつく女自分が勤めている会社の事業所は結構な田舎にあって自分はそこから徒歩15分ほどの独身寮に住んでいる先週同じ寮に住む35歳の先輩これを仮に A さんとするが亡くなり葬式があったんだが A さんと同期の先輩仮に B さんとするから聞いたその死に関する話が 自分的にシャレにならならかったそもそも死に方が普通じゃないんだ事業所から寮へは事業所の裏門を出て住宅街を抜け県道に出て少し歩いてからまた細い道に入るというルートなんだがその県道に直行して小川が流れていて帰宅途中で橋を渡ることになる。A、さんは その橋の下の下浅いい川に転落して死んでいたということとだ。橋と言ってもちっぽけな橋で歩道の欄干から川もまでせいぜい3 4メートル程度足から飛び降りれば怪我すらしない高さだが A さんは頭から落下し川底に頭を強く打って死亡したらしい現場には争った跡もなく自殺だとしても そんんなな場所をを選んで自殺をするとは考えにくい。また遺書などもなかったらしい。警察としても事件性があるという判断はしなかったようだがどうにもおかしいと思っていた住んでいる町から3 0キロほど離れた A さんの実家で行われた葬式はつらいものであった。 三十五歳の一人息子を亡くしたご両親の様子はもう見ていられないものであったまた車に乗せてくれた B さんも A さんとはとても親しかったそうで本当に悲しんでいた自分は正直 A さんとは個人的な付き合いはほとんどなかったのだがご両親や B さんを見ていると胸が詰まってつらかったそして 葬式のの帰りのこと B さんはなんだか精神的に参っているようで自分が運転を変わろうかとも思ったんだが大丈夫だとのことで行きと同じく運転をしてもらっていたしかし途中に B さんは不意に車を路肩に止めてこう言い始めた「A は殺されたんだ」え「えと 言葉に詰まっていると B さんはぽつりぽつりと話し始めた事の起こりは A さんの死から2週間ほど遡るその日 A さんは B さんや他の仲のいい同僚と事業所の正門前にある飲み屋で11時過ぎまで楽しく飲んでいたらしいお開きになって 飲んでいたメンツはタクシーやら代行やらで帰宅をし A さんは徒歩で事業所を通り抜け裏門を出て事業所裏の住宅地に差し掛かった田舎なので街灯があまりない暗い道を歩いている時ふと A さんは違和感を感じてある家の塀を見たんだ塀の上に顔だけを出して A さんを見ている人間がいた思わず立ち止まってしげしげと眺めるとそれは40ぐらいの女であったがその表情が異常だったニヤニヤといやらしい笑いを浮かべて A さんを見ていたらしい A さんは「なんだこいつ」と思ったがその家に住む精神を病んだ女などだろうと判断をし 興味を持たれても困るので目を合わさないようにしその塀の脇を抜けていった塀から数メートル離れてから振り返ると女はやはり A さんに向けてニヤニヤと笑いを浮かべ続けていたそうだ A さんはせっかくの楽しい気分も台無しになり胸くその悪い思いで帰宅をした。 週明けに A さんから話を聞いた B さんは「関わり合いにならないように気をつけろよ」と助言をしその話はそれっきりになったはずだったしかし4日後 B さんは切迫した顔つきの A さんから記者後に「例の飲み屋で話を聞いてくれ」と持ちかけられた何か尋常じゃない雰囲気を感じた A さんは その日に済ませたかった仕事を翌日に回して早めに汽車し飲み屋へと向かった何があったんだあの女がまたいたんだよニヤニヤと俺を見てやがったえどこで東京だ山手線に乗っていたら反対側のホームの人混みの中で ゴミ箱の向こうから顔だけを出してまた笑っていやがったんだ話によると日帰り出張の帰りの電車の中でそれを見たらしい電車はもう動き始めていたためどうすることもできなかったとのことだ B さんはここに至って A さんが何か精神を病んでいる可能性を疑ったらしい その精神異常者の女が A さんに執着をしたとしても部外者に A さんの出張日程や出張先など分かるわけもなく尾行していたとしても A さんがいつごろそこを通るかどの車両に乗っているかなどを考えて先回りするなど不可能なはずだその女は A さんの幻想なんじゃないかお前 何かか。悩んんでるんじゃないのかしかし B さんがそう聞くと A さんはその女のこと以外に悩みなど一切ないという実際 A さんは仕事も充実しプライベートでもとても楽しそうにしていたそうだ B さんは訳がわからないながらもとにかくそいつを見つけても危ないから近寄るな。 としか言えなかったというしかしさらにその数日後 B さんもそれを見てしまうことになるその日 A さんと一緒に事業所の正門の近くにある中華料理屋に昼食を取りに向かっていた時のこと突然 A さんが立ち止まり無言で前方を指さした B さんがそちらを見ると「いた」。 数十メートル向こうの家の塀の上に、こちらをニヤニヤと見ている女の顔。無性に人をイラつかせるその笑顔を見ながら、B さんは数秒間固まっていたが、急にムラムラと怒りがこみ上げ、B さんはそいつを問い詰めてやろうと走り出した。しかし女はすぐに顔を引っ込めてしまい、その敷地に無断侵入して裏まで探したが、 もうどこにも姿は見えなかった女が実在するということがわかり B さんも対処を考えたがストーカーとして警察に通報しようにも何も立証するものがないどうしたものかと数日考えていたところ夜自宅にいるときに突然 A さんから電話がかかってきた助けてくれ あいつは人間じゃないおいどうした何があったあいつが俺の部屋に来たんだマジか今どうしてるんだ外に出た今すぐお前の家に泊めてくれああ分かったじゃあローソンのとこで待っていろ B さんは奥さんにそのことを伝えてから携帯で A さんと話し続けながら車に乗り県道沿いのローソンに向かって車を走らせた道中何があったかについて A さんから聞いた話は次のとおりであった A さんが帰宅をし風呂に入り T シャツに半パンで部屋に戻りベッドに腰掛けてメールを見ようと携帯を手にした時「それ」が目に入った。 ジャケットやシャツなどをかけているハンガーの服と服の間から再びニヤニヤ顔だけを出していたそうだしかし並んだ洋服の下に見えるはずのそいつの下半身が見えないそれにビビりながらも怒りの方が勝り A さんは「てめえ!」と叫びながら脇の洋服をどけたそこには 顔しかなかなったニヤニヤと笑う女の顔だけが空中に浮いていた転がり出るように部屋を出て手に持っていた携帯でとにかく B さんに電話をかけたのだというそしてそこまで話したところで A さんは突然黙った「おいどうした?」と B さんが聞いた時「うわ!」 という叫び声と激しい衝撃音を最後に A さんは何も言わなくなった激しい胸騒ぎを覚えつつ B さんは車を飛ばしてコンビニに着いたが A さんの姿はそこにはなかった車に置いてあった懐中電灯を手に走り回って周辺を探したところ例の橋の歩道に落ちている携帯を発見し まさかと思いながらその下の川面に懐中電灯の光を当てたところ倒れている A さんを見つけたという駆けつけた警官にもその後の事情聴取や現場検証でも B さんは何度もその一部始終を話したが取り合ってはもらえなかったそうだその女の正体も全くわからないし なぜ A さんがそんな目に遭ったかも全くわからないその女を見てしまった B さんも同じ目に遭わないかが心配でならないが今のところ大丈夫のようだそれにも増して怖いのは自分の住んでいるこの建物にそいつが来たらしいという話だったりする今のところ何も見てはいないが 懺悔「これは俺の懺悔でもあるかなり前のことだ高校時代の仲が良かった友に偶然再会をした懐かしくて飲みに行くことになったその時は俺も友達もフリーターでその日暮らしの状態でも友のバイトはテレビ局の関係だったんだ 芸能人のまるまるを見たとか自慢をしていた住んでいるところが割と近かったのでちょくちょく遊ぶようになったある日友が興奮した感じで変なものを持ってきたんだビデオテープと汚い書類であったラベルには「心霊廃墟に挑む」 みたいなことがマジックで書かれていたその上から赤マジックで大きく「×」が書いてあった書類を見て分かったのは番組の台本だということ日付はかなり昔心霊ブームだった頃だ友は保管庫の処分品の中から見つけてきたと言った局の改造があって ゴミ運び中に見つけたとビデオは普通のデッキじゃ再生できなかったマニアな知り合いのところに行き再生をしたが中身は消されていて空であったちょうど今頃ゴールデンウィーク明けで道も空いてるから探検を行こうと友が言い出した「俺は当時心霊を全く否定していた」 だだだ。から楽ししそうだと思ってしまってまたんだで行くことになったんだ友が先輩から金を払って車を借りてきたそれでガラガラの高速を乗って台本に書いてあるところに向かったんだ俺たちが興味を持ったのは書かれていた場所が意外なところだったから普通人が死んだ滝とか 自殺者が多い橋とかだよねそこは国の施設だったんだ試験場の跡地だ友は比較が中止してるし意外な場所だからマジなんじゃないかと興奮していた場所はものすごい山の中だったうっすらと車の輪だちが残っているのを頼りにやぶの中を車で進んでいった かななり危ない急勾配を登って行ってたほとんど崖だった今思うとテレビ局が通るために切り開いた道だったと思う正面にでかいゲートがあって封鎖されていたからさすがにもう進めないと思った頃に急に開けた場所に出たすごいでかい建物だった 人の気配は感じなかったけど廃墟っぽくなかった窓とか割られていないしよくあるいたずら書きなんかが一切なかったむしろきれいな感じだったしようみたいな友は急に興奮がさめたようだった「鳥の声とか聞こえなくなったよ」とか言っておびえていた 確かにすごいくらい静かだった風の音さえなかったと思うこの時はもう夕方で建物が茜色になっていた俺は本当に信じていなかったバカだった友はかなり嫌がっていたもうやめようと言い出した俺はお前が誘ったんだろうと言って 友を連れて中に入った俺は本当に無知であった正面の大きなガラス戸は片方が外れていた中は新築同様だったすごく異様だった何で廃墟なんだと思ったすぐにでも利用ができそうな状態だったからだ「きれいな廃墟だなあ」と友に言ったが上の空だった 友は帰りたたいいと言い出したまだ入り口からすぐの通路だった。俺は「二階も見てみようよ」と言ったが「友は行きたくない」と言った。俺は「友は育児なしだな」と言って二階へと上っていった。二階に上ると長い通路が待っていた。 突きあたりまでずっと窓が続く学校の廊下のような感じその途中にソファーの置いてある喫煙場所みたいなところがあったそして床にカメラが転がっていた撮影用だと思う大きいカメラなんか壊れていてホコリをかぶっていた俺は急に怖くなった こここで何かが起っったた。んだと思ったそしたら一階から友の声が聞こえてきた叫んでいる感じではなく一定の声で「ああ」と言っている急いで降りたら通路の入り口から反対の突き当たりにいた友は突き当たりの壁に 大の字になってぴったりとくっついていた壁に向かって俺は近づいて声をかけたが「ああ」と言ったまま壁に向いたままだった肩をつかんだ瞬間「<笑>と笑い始めた壁に向いたままだ俺はもうどうしようもなかった 怖くて恐ろしくて逃げ出した止めてあった車まで戻ったが鍵は友が持っていた俺は戻りたくなかったがどうしようもなかった建物に戻ろうとしたら友が窓からこっちを見ていた口が裂けるんじゃないかと思うぐらいの勢いで友は笑っていた俺は 友のいたずらにだまされたのかと思ったが違かったよく見ると泣きながら笑っていた窓にべったりとくっついてすんごい笑っていた夕日が窓からずれ反射がなくなり中が見えた友の周りに1階の通路を全部埋め尽くすように人がいたよくは見えなかったが 人の形をしていた何かが共に押し寄せるように満員電車みたいにひしめいていた俺はもうその時半分発狂していたと思う山を駆け下りて自力で町まで降りてきちゃったんだその時はもう夜で俺は何とか駅まで来れた疲れたという感覚がなかった 少しでもあの場所から遠ざかりたかった運よくタクシーが捕まり住所だけを伝え頭を抱えて震えていた窓を見たら何かがいそうで怖かったんだ家に着いたら布団に潜ったが怖くなってコンビニに行き朝まで過ごした朝になって落ち着いたら重大なことをしたと後悔した 友を置き去りにした。でも二度とあそこには行きたくないバイトを無断で辞めてぶらぶらしていた軽く不眠になってファミレスとかで夜を過ごしていたしばらくして電話をしたら友は戻ってきていた俺は何て言っていいかわからなかったが友は「何が?」と言っていた 自分がどうなっていたのか覚えていないそうだ一か月後には友は死んだ自殺か事故かわからなかったあそこに行ったせいだと思うそして俺のせいだテレビ局もあれにあって取材を中止したんだと思うあそこは人が入っていい場所じゃないんだ